Sweet one, here I go. どうもおはようございます。クロノエのりょうたです。まず最初にわーお、わーわーお、今日何日や、ちょっと待ってください。5月4日朝の5時30分、昨日5月2日3日ですかね、台風2号、多分2号、うん、のうちの黒野園の、おえー、台風の被害状況を多くの方々に心配していただき本当にありがとうございます。東農園、黒農園の台風被害になりましたら、人が農地に行かなかったことにより、農地で野鳥がブカッ来て、農地にいたタニシおよび貝類が根こそぎ捕食されました、うん、これがいわゆる自然界の摂理、食物連鎖でございます。以上です。では本日の本題、トゥルトゥー、自然体験の魅力。東農園、黒野農園は多くの子供たちに来ていただいてます。その中で実際に子供たちに僕自身が言われた、もう毎日いろんなこと言われてるんですけど、本当に嬉しかった言葉を紹介できればと思います。トゥドゥン、1位でもすっごい悩むんですけど、まあ、昨日言われた内容をまず皆さんに伝えればって思います。ふとした瞬間に3歳の男の子に言われました。ここにずっといたい。もうなんか僕自身それ言われた瞬間にもう連れて帰りたいと思うのと、うん、すっごい本当に可愛らしい笑顔でここにいたい、うん、なんか僕自身語彙力がなさすぎてうまい言葉は出てきませんが、本当に嬉しいです。で、僕にその子がここにいたいって言って、しばらくしてからその子の家の近くでその子を呼ぶ声が聞こえたので、家族の人に呼ばれとんでってその子に言ったら、あ、じゃあその子に家族の人が呼ばれとうけど帰るって聞いたら、笑顔でうん帰るってめちゃくちゃ可愛いです。めちゃくちゃ可愛いです。本当に僕自身自然体験させていただいていて、本当に毎日のように子供たちの笑顔に包まれてます。2つ目、これ一時うちに来てくれている子供たちの間ですごいなんか話題になったんですが、運命
ある一人の女の子に農地に来て、でうちの農地でできることをいろいろ話したり、おお、なんかピー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 と、うん、話したり実際に説明して苦労農園の自然体験魅力を伝える時に、急にもう目を輝かせながら運命ってもう20何回言われたかもわからないぐらい言われて、本当に嬉しかったです。まあそのね、運命っていう言葉の意味は、うん、もう追求しないとは思ってますが農地に来て自然体験に来て運命って言われると僕は完全に想定してなかったですけど、うん、まあ、多分その子曰く楽しいの多分上のグレードになるんちゃうかな、運命は。うんうん、本当に嬉しかった。うん、その子最近見かけてない多分本当に今忙しいんだろうなと思います。まあでもうちの農地からその子の家までちょっと離れてるんで、まあなかなかね、小学生の時期から自分の行きたい場所に行けるとは限らないので、まあそのうち来てくれるのではないのかなと僕自身思ってます。うん、いやでも本当に運命僕自身がこの動画で皆さんに伝えたいのは、枝豆の種とひまわりの種、いやもうどちらか一つでもいいです。どちらか一つを買おうと思えば、今現時点5月4日の時点で日本中のスーパーホームセンターに行けば 100% どちらかを売ってます。ひまわりの種もしくは枝豆の種、豆類だったら何でもいいです。うん、なぜひまわりの種もしくは豆類の種をおすすめするかと言ったら、大きいです。誰でも植えることできます。で本当にもうまあ当農園の自然体験は SDGs 全項目推進事業なので、もうお金を一切かけたくない、最低限のお金をしか使いたくないという人でしたら、もう本当に枝豆の種、豆類、まあうちの場合まあ枝豆とかそら豆とかいろいろ用意しますが、豆類の種もしくはひまわりの種、豆類で多分150円で、ひまわりがちょっと高いんで200円か300円、もう150円もしくは200円から300円のお金を用意するだけで笑顔が生まれます。本当にたったそれだけでその場で笑顔が生まれる。本当に僕自身いろんな農家さんや非農家さん、市役所に勤めている職員さんにこれを説明するだけで、相手側は顔を濁らせながら自然体験や農業体験をするには知識や経験がいると言われました。豆類とひまわりを栽培するに対して知識や経験は一切必要ないです。本当にうちの、まあ、動画を見てくれた
あの方には分かると思いますが、豆類、ひまわりはどんな土でも育ちます。まあもちろんあの水を一切あげないとかいう環境とか、水を一切あげない、太陽光を当てない、他なんかあるかな、まあこの二つ、この二つを 100% しない限り必ず育ちます。僕の経験上そうですけど、気になる方はググってもらえたらわかると思いますが、豆類とひまわりは最も栽培しやすいです。まあもうそこに豆類とひまわりの種プラスアルファ子供用スコップがあれはもう最強ですけどね、このこれらを吸うだけで、本当に毎日笑顔がもういろんなもう声も飛び交ってますけど、いろんな声見て来て見て、こっちにあの虫おった、こっち見て来てもう花咲いたっておんぶして抱っこしてちょっとしゃがんで来てもうあのいろんなところで、なんかおったってすんごいいろんなところで声が飛び交ってますけど、本当にうちの黒農園の農地に関しては、でも本当に皆さんおかげで楽しい日々を僕自身過ごさせていただいてます。本当にこういった体験を一人でも多くの方々に味わってもらいたいと、そしてそれが必ず今起きている食料危機、農作物の値上がり、未成年の犯罪防止、日々生活に笑顔が溢れることによって心が必然と優しくなります。そしたらそれだけで自分の置かれている環境が大きく変わると僕自身は思ってます。もうだって植物の種1個あるだけで世界が変わるんですよ。まさかの僕の活動が、本当最近でしたらドイツに広がったり、僕ちょっと頭弱いんで覚えてないんですけど、あれどこやったっけ、千葉の近くの川崎、神崎、なんかその辺その辺のところに今広がってるらしいです僕自身インスタグラム、YouTube、Facebook、インスタグラム、YouTube、Facebook、アメーバ、Twitter で当の絵の情報を活用させていただいてるんですよ。SNS を活用して、そしたらいろんなその一つ一つの SNS で僕自身のその投稿を何歳の人が見てくれたり、性別もわかるんですよ。そしたら謎に高齢者の方、65歳以上とか、大体多いのが
25歳から55歳、うん、で本当にアプリによって変わるんですが、女性の人が多かったり男女の比率は一緒やったり、本当にそれに関したら、まあ、どういった人たちがそのアプリを活用しているかによって変わりますが、本当にいろんな方々、に苦労農園の自然体験を応援していただいてます。僕自身本当思うんですよね。なんでもう、いろんなことが不思議すぎる、うん、いろんな場所に行ってもそうですが、車乗ってて、まあ、農地通るじゃないですか、車で。完全に何も栽培されてない農地が多すぎる。なんでやろなって。その土に枝豆、ひまわりを植えることによって、枝豆植えたら、その地域の、皆さんが枝豆食べれる。で、ひまわりを植えるだけで、その地域の活性、観光地として活性化される。にもかかわらず、なんでこんなにみんな農地放置するのかな思いながらいつも車をブーンって走ってるんですけど、うん。まあ僕自身の一人では全ての農地を栽培することはできません。でも、うちの農地近隣に関しても多くの耕作放棄地があり、子供たちにも言ってます。目の前の農地、みんながもう少し大きくなってきたら全て使えるようにするかって、今現時点で拡大しすぎてしまったら、みんなのキャパを、まあ僕自身のキャパもそうですけど、みんなのキャパを越してしまう、うんうん。まあでも本当に、まあ、昆虫採集用の農地を、提供するのも全然ありかなと思うんですけど、思いますが、やっちゃうかな。うん。本当に、うん。農地って、自然体験もそうです。農作業体験もそうです。何でもいろんな発生ができます。農地の上になんかでっかい砂山作ってみんなで、砂削りとかも楽しいと思いますし、うん。ただ、一つ、農作業体験だけにしてしまうと、魅力はすごい弱くなってしまいます。うん、なんか作業って言われてしまったらちょっとあれなんですけどね、うん、僕自身も農作業体験あるからおいでって言われたら、あ、草むしりせなあかんのかなって、うん、ひたすら朝から晩までそういうのせなあかんのかなって言われてしまったら、ちょっと僕自身も正直行きたくないなと思います。ただ自然体験っていう内容するだけで全然話変わります。行って何ができる、カニができる選択肢が豊富にあり、自分自身がやりたいことをできる。本当に農地に行くだけで鳥の観察、栽培、農作業で花、水、土を触ったり、もちろんサンドアートもそうです。で、スコップで砂山作ったり、ブレイボードはできんか。うん。ボール遊びもできる。うん。追いかけっこ。花で、髪飾りとかネックレス、ブレス。何でもできます。何でもできる。それを、うちは、農作業体験ではなく自然体験してます。本当に
来た子が限られた情報ではなく、その子自身がいろんな選択肢を選べるように、それが東農園の自然体験の一つの魅力なかなと思ってます。本当に自然体験、告知に関したら SNS でも大丈夫だと思います。目の前に通った子供に自然体験してるからおいでよとかでも全然 OK だと思います。うん、本当に自分自身がやりたい意思があるかないかだけだと思います。もうだって枝豆とひまわりの種と土、うん、この3つ、いやもうな、本当にもう種さえあればいける。うんうんうん、それだけでなんか楽しいもん、すっごい楽しいもん、すっごい楽しいもん。うんうん、1個植えて、その子供があっちの方を見たら、僕もあっちの方を見て、何するって、次何するって、うん、じゃあ次何しようかって次虫探すって見て、ここなんかおるで、これ見てとか、うん、すごいこれ何やろなって、うんうん、だから本当にそれに関したらいろんな選択肢をこちら側が用意できてるかできてないか、うん、ちょっと暗くなったら見て、太陽が下がってきたからそうそう帰ろうかなとか、うん、見て鳥が飛んだで、あれ何色やろって、次いつ見れるか分からんからちょっと見てみへんとか、うん、本当に自然にいることだけ、さまざまな、本当に数えきれないほど多くの魅力が自然体験には凝縮されています。うんうん、まあいつものごとくまとまりのない動画ですが、よいしょ、本日も動画を見ていただきありがとうございます。最後に僕自身が伝えたいのは、笑顔は心に響きます。あ、なんかうまくならなかったな、 うまいことまとまらなかったな今日も一日笑顔で過ごしましょう。じゃあねー。